飼育中の石生インコとオカメインコ鳥類飼育とは、鳥を織などに入れて、飼育、繁殖させること。人々が鳥の飼育繁殖に関わるのには、様々な理由がある。種を保護するために鳥を繁殖させる人もいれば、飼イドとして、オウムを育てる人、営利目的で鳥を繁殖させる人もいる。鳥の飼育は、趣味、ビジネス、研究及び保護の目的で、 通常は鳥小屋の中など管理下にある状況を利用して鳥類を囚われの状態にしておく監修である。多くの鳥類が生息地の破壊や自然災害によって危険にさらされているため種を保護するために鳥を繁殖させる者も,もいる。英語圏で野鳥飼育を指すアビカルジャーには保護を奨励したり、 鳥の種に関する教育を施したり、一般向けに飼いドを提供すること、及び、鳥類の行動調査も含まれる。鳥類飼育の出版物には、ペットを含む種に関する本、繁殖に関する本、そしてオウムや、ソフトビルの紹介本などがある。一般的な鳥の種族については、繁殖、介護、愛玩、鳥の選び方、健康への影響といった記事を含む。 定期観光ものもある。供給会社は鳥の飼育係向けの製品カタログを発行している。世界中に鳥類飼育の教会があるが、一般的にヨーロッパ、オーストラリア、アメリカでは人々が富裕な傾向にあり、お金を投じてより多くの余暇を過ごしている。英国では1894年に鳥類飼育協会が設立され、1932年に 外来庁の連盟が設立された。アメリカ合衆国で最古の鳥類飼育協会は、1927年に設立されたアビカルチュアルソサイティー・オブ・アメリカである。ASA は、格月市 ASA アビカルチャール・ブレティンを制作している。ASA は、繁殖、保護、変換、教育に重点を置いた501の非営利団体である。 米国には1927年に設立された ASA のほか、アメリカンフェデレーション・オブ・アビカルチャーという2つの主要な国家鳥類飼育協会がある。なお、赤繊イ,インコ協会は1925年に結成された。オーストラリアで最初の鳥類飼育協会は1928年に設立された南オーストラリア鳥類飼育協会である。現在は、 バードキーピングインオーストラリアという名称で推進されている。同飼育協会はフルカラーの月刊誌、バードキーピングインオーストラリアを制作している。日本では野鳥の保護と調査研究を目的として1934年に創立された公益財団法人日本野鳥の会が広く知られており、同団体は自然との共存をテーマにした一般向けのフリーマガジン、 鳥居のと年に4回観光している。このほか1947年設立の日本、鳥類保護連盟も、鳥類保護による自然保護を目的した団体であるが、両団体ともに、鳥類飼育、とりわけ野鳥の飼育に関しては創設以来一貫して、否定的な立場をとっており、全滅種や、絶滅器具種の保護育成、繁殖、包丁、再導入といった行為に対しても、 全面的に賛成しているわけではなく、むしろ環境保護の立場からそうした行為には疑問を、呈しているので、欧米における鳥類飼育協会とは正確をことと、する団体であることに留意する必要がある。一般名カナリアという泣き鳥は、カナリア諸島、マデーラ諸島、アゾレス諸島の原産である。この鳥は1470年代から現在まで、 ヨーロッパではカゴに入れる鳥として飼われており、今や世界中に愛好家がいて楽しまれている。インコ赤の種の飼育、繁殖、保護を専門とする人を、インコ、またはオウムのブリーダーという。また、インコ赤の生息地保護及び、世界規模で進行するオウムの脅威に対する公共の啓発キャンペーンに取り組んでいる人もいる。鳥類飼育と同じく、 インコ飼育には4つの段階がある。ペットとして、オウムだけを飼う専門のペット飼い主は何十羽ものペットオウムを持つようになる。控えめなオウムだけのコレクションを維持する専門の裏庭道楽者はごく小規模にそれらを繁殖させる。そのコレクションが非常に大きくなった趣味専門の繁殖場ブリーダーは農村の繁殖場に移行する必要がある。 繁殖場ブリーダーはまだ道楽者とみなされる。プロのオウム専門繁殖業者はオウムだけを売って、その繁殖から主収入を得ている。ありがとうございます。